堀江門新党は日本の政治団体で嵐の党の政治資金団体である。2020年5月25日に発足。代表者は立花隆会計責任者は斉藤健一郎。透明に実業家の堀江隆文の愛称である堀江門を監視。選挙ポスターにも堀江を起用しているが、堀江自身はこの党の設立には関与していない。なお、 堀江の秘書の斉藤健一郎は、同党公認、NHK から国民を守る、党推薦で2020年東京都知事選挙に立候補し、落選している。また、立花は、堀江門新党の権限を斉藤に異常する、胸の発言を行っている。2020年5月25日に、政治団体設立届を提出し、東京都選挙管理委員会事務局に受理され発足。 代表者は N 国党党首の立花隆所在地は N 国党の元本部。立花は堀江貴文の了承を得ていると語っている一方、堀江は自身のツイッターで特定の政党や候補者とは関係ありませんと投稿。5月31日には党首の立花が本人に許可されてはないけど拒否されてもないと前言を撤回し言い換えている。 決闘を目的や政策に、堀江の著書、東京改造計画を挙げているが、当主である立花自身は読んでいないとしている。2020年5月25日、政治団体設立届を提出し、東京都選挙管理委員会事務局に受理され発足。さらに、立花は、東京都知事選挙について、都知事選に堀江門新党から出馬することを決めたと、 自身の出馬を宣言した。同年5月26日東京都庁記者クラブで記者会見を行い、立花自身は堀江門新党の公認候補として出馬するが、当選する気はないとした。しかし、堀江貴文は無所属で東京都知事選に出馬すると語っている。党を立ち上げた理由について、立花は堀江さんは私に港区長選挙に、 候補者を一人出したいということを以前から口にしており、柏井茂たちに区長選挙に出馬しないかと話していた。堀江さんが東京都知事選に出馬する可能性が極めて高いという状況の中で、それに対する合法的な宣伝活動しようという意味合いではないかと語り、堀江門新党を立ち上げて政策は、堀江さんの東京改造計画37校を そのまま公約にすると語っている。透明について、立花は、堀江門が商標登録済みであることは知らなかったと答え、関係者に電話する一幕があった。会見終了後、堀江はツイッターで命令も指示してません。自主的に立候補されたのだと思います。合意も何もしてません笑いと否定。さらに、ええー、と、俺は特にメリットないですね笑い。 俺何も知らんので、絡まれても困ると投稿した。立花は、同年7月5日投開票の2020年、東京都知事選挙に N 国党から出馬すると表明した。さらに、堀江が出馬しない場合は秘書である斉藤健一郎が、本党から立候補する。6月17日に、都庁で行われた、記者会見で、堀江の秘書マネージャーである。 斉藤健一郎の出馬表明と政策を正式に発表した。さらに立花は将来的に N 国と堀江門新党との合体案を公表した。その後、国示日の6月18日に立花、斉藤、ミュージシャンの服部治リの3人が堀江門新党公認 N 国党推薦で立候補を届け出た。 選挙ポスターには立候補者の写真を使用するのが一般的であるが、立候補者である斉藤と服部の写真の代わりに、堀江門神道とは無関係の堀江貴文の写真を立候補者である立花隆の両隣に並べるという前代未聞の行為を行った。このあたかも、堀江貴文が堀江門神道から出馬したかのように思わせる行為に対し、 斉藤と服部の選挙ポスターに立候補していない、堀江の写真が使われていることに、ツイッターでは疑問の声が聞かれた。東京都選挙管理委員会事務局の担当者は、取材に対して、公職選挙法では内容について規定がなく、問題がないさらに、本人の許可を取っているかどうかはわからないと回答した。6月7日に、堀江門新党のロゴマークデザインを募集すると発表した。 その応募の中から10個のデザインに絞り、アンケート投票で票が多かったものを採用すると公表した。同月21日にロゴのデザインが決定したとツイッターで報告した。6月25日、加護池安則と誠子は、都知事選挙に立候補している立花の応援弁士を、するために、大阪から上京し財務省、法務省、国会議事堂、 自民党本部前と秋葉原で演説した。都知事選に立候補した3人は共に落選した。7月14日に立花は新型コロナウイルスの感染防止対策についてツイッターで三浦龍霊が同月13日に投稿した内容を引用し、これが堀江門新党がやりたいコロナ対策ですと紹介し、ネット上では賛否の声が聞かれた。11月21日、 堀江門神道が運営する堀江政経塾の第一回が都内で開催され、前述の斉藤が塾長を務めた。堀江は自身の名前が塾名に使われているものの運営には関与せず、外部講師として講演するとしている。2021年1月14日、N 国党の政治資金団体に指定された。立花や斉藤と共に東京都知事選挙で落選した服部は、 翌月に大阪府民の市長選挙へ立候補して落選2021年7月18日投開票予定の兵庫県知事選挙に政治団体市民生活を守る会代表として立候補している。ありがとうございます。